この監督務めました須藤蓮です。一週間に皆様見に来てくださってどうもありがとうございます。短い時間ですが楽しんでいただけたらと思いますので、どうぞ今日はよろしくお願いします。同じく脚本の渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございます。まず監督と小野さん、その、2人でこの作品を始められて、出会いのきっかけというのを聞いていただけると思うんですが、出会いとしてはどういうふうなものですか？僕、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、俳優としても活動をしていまして、初めて、まともにセリフがある役をいただいた作品が、ワンダーウォールっていう京都の古い学生寮を舞台に、その古い学生寮を守りたい学生側と、それを取り壊したい大学側の攻防を描いた、1時間ぐらいの NHK ドラマがあったんですけれども、そのオーディションに受かるっていう形で俳優としてのキャリアをスタートさせたんですけど、その作品の脚本が、渡辺綾さんで、その作品をきっかけに、出演することをきっかけに出会ったって感じですよね。そうですね、実はそれ、NHK 京都局 の、 地域発ドラマという枠で、私のところに話が来たのが、12月の末ぐらい、何年ですかね、2017年ので、撮影が5月だとか言われてですね、で、今からキャスティングもやりますみたいな感じの、普段その方たちは、ドラマを作ってらっしゃる方たちじゃなくて、皆さんドキュメンタリーとかをやってらっしゃる方で、そのドラマをどう作っていいかもちょっとよくわからないみたいな感じの方たちばっかりだったんですよ。で、その撮影後5月なのに今から脚本を書き始めて、キャスト集まらないですよねみたいなところから始まり、でいろんな方にオファーをかけていたけれども、結局皆さん誰も忙しくて捕まらず、じゃあオーディションで集めるしかないねみたいなことで、3月ぐらいにオーディションをした。でそれに、なので実は登場人物5人と、あと鳴海莉子さんが出てらっしゃるんですけど、実は鳴海莉子さんもそのオーディションに来てくださって、みんなオーディションで決まったっていう。でその中の1人が須藤君だったんですよね。ちなみにワンダーウォール見られてる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？すごい、ありがとうございます。ワンダーウォールって NHK ドラマだったんですけど、実は脚本の渡辺綾さんであったりとか、音楽の岩崎大成さんたちが、そのただ NHK ドラマの放送だけでこの番組を終わらせるのが、なんか作品がその現実にある、学生寮、京都の学生寮の問題を、実際に取り扱っているので、その学生寮の問題が解決していない中、その作品から手を離すっていうことがなんかしづらい状況というか、結構やっぱりその私たちもこの問題について一緒に考えたいと思ってやっぱりやったことだったので、作品はドラマ放送できておめでとうではさよならっていう感じはどうしても気持ち的にならなくて、なんとかこの一緒にずっと考え続けていきたいって、で、なるべくこうこのことを多くの方にもっと知っていただきたいし、話題を途絶えないようにしたいねっていうところから、そのドラマをじゃあもう劇場版にしましょうっていうふうに進んでいったんですよね。で、私とその岩崎大成さんと、プロデューサーなんかがこう、じゃあどう劇場版にしようかみたいなことを、東京でこうたびたび会議をしたんですけど、その場に必ず登場するんですよ、須藤君がやってくるんですよ。なんかマネージャーさんとかにしてみると、もうそんなその前の作品はどうでもいいから早く次の現場に来なさいっていう感じだったとは思うんですけど、なんか 彼はそのマネージャーさんにいつも怒られながら、その会議にいつも参加していたっていう。やっぱりそのワンダーウォールっていう作品が、もちろん京都の古い学生寮を描いている作品なので、その作品のテーマの中にその経済的な効率とか合理性とは違った喜びのようなものが実はこの学生寮を守るということの中にあって、ごめんなさいね、話が下手で、その経済市場主義とはまた違った価値観のようなものを描いているじゃないですか。俳優を始める前、僕実は弁護士志望で、なんか弁護士になってお金持ちになって人生効率的に生きれれば
最高じゃんみたいな、そういう間違った考え方のものを人生を歩んでおりまして、そんななんか自分の人生の薄っぺらい歩み方にすごい危機感を覚えていた時に、まあ、俳優になることを決意して、その時に運よくワンダーウォールっていう、その自分の当時人生のテーマと重なるようなテーマを描いた作品に出会えたので、やっぱりなんか自分の人生の問題と重なっていたんだと思うんですよね。なのでそのなんか作品を考え続けることが自分にとってすごく重要なことで、で会議に参加し続けたっていう経緯で仲良くなっていったっていう感じでございます。この映画なんですが、まあ、ワンダーウォールの その劇場公開、まあ、許可にもやらせていただいたんですが、ちょうどコロナと重なってしまって、予定が大幅に変わったりしましたね。それで、その間もあって次の企画というふうに伺っているんですが、大体あってますか？はい、やっぱりそのワンダーウォールが劇場版になって公開していくときに、自分もその作品と一緒に、なんだろう、このワンダーウォールという作品が劇場版になるということが自分にとってすごく、なんだろう、大きなことで、そのこの映画を広げていくっていうことが、なんだろう、表現をするだったりとか、俳優として生きていこうって決めた自分にとっては、なんか初めてこう自分の行動とかが世の中に変化とか影響を与えていくんじゃないかっていう勝手な、なんですかね、若気の至りというか希望みたいなのを見出していたので、それがちょうどコロナに重なってしまったことで、劇場公開が結構むちゃくちゃになってしまい、それこそシネマテイクさんもワンダーウォールを流してくださってるんですが、その例えばシネマテイクさんでやってる時に別に足を運びに行けるわけでもなければ、こういうずっと抱えてきた思いをなんか語る場所を失ってしまっていたみたいなところがあったので、なんとかその自分が途絶えないように、自分の希望みたいなものを途絶えないようにしなければという思いもありまして、そのエネルギーみたいなものをぶつけた作品が逆光作品なんですよね。作品なんですよなんですけど、例えば核武装の討論をしているシーンとかは実は吉田亮生が出演していて、なんか逆光っていう作品を通じてワンダーウォールっていう作品のこともまた思い出してもらえたらなっていう工夫とかも凝らしてまして、そういう気持ちもあって、やっぱシネマテイクさんで今日やらせてもらえてるっていうのは自分にとってすごく嬉しいことですね。渡辺さんはそうやってその本を書くということで、通常は自主映画とかおやりにならないわけじゃないですか、はいはい、で、まあ、その NHK のドラマもそういう形の単発ドラマは珍しいやり方だと思うんですけども、はいはい、まあ、朝ドラカーネーション書かれていたりとか、長編映画も普通に本を書かれて、主映画の本っていうのは、なんか抵抗感とかそういったものはないんですか？全然ないというかですね、むしろ、時々こういうことをやらないといけないっていう、何かこう、自主映画ってつまりその自分たちでお金を出してくるものなんですけど、その、ずっとこうプロとして仕事をしていると、お金をもらうためにやって、っていうような気がしてくる時があって、いやいや、でも私はそもそもそのお金を出してものを作りたいぐらい作りたい人なんだっていうことを確認するために、実は10年前ぐらいにも一度自主映画作ったことがあったんですけど、ちょうどそれなんかもその、まあ、プロとしてやり始めて、いろいろ見失いかけていた時に、お金を出して自分で作ってみようって初めて自主映画けど、なんかやっぱ自分はそのぐらいものを作りたい人間なんだっていうことを確認するいい機会なんですね。で、今回はそのちょうどコロナ の緊急事態宣言があって、で、せっかくその1年かけて準備してきたワンダーウォール劇場版の公開がこう大変なことになり、で、その時ちょうど書いていったドラマもちょっとこう撮影どうなるか分かりませんみたいな、このそもそもこの企画をやれるかどうかも分かりませんっていう、いろんな仕事が飛んでしまって、まあ、こう皆さんそうだったと思うんですけど、こうずっとしてた時に何かこう元気を出したいと思って、やっぱその私は物を作る人間なので、物を作ることが一番元気になれるで、だったらもうこの時期にしかやれないことをやろう、で自分でお金を出して売ろうと、で自分でお金を出して作るならもうプロの仕事としてはやれないようなことを思い切りやってやろうと思って、それでこういうですね、その、まあ、プロット、普通はプロットをこう、まあ、2行で説明できるような企画で、
なおかつその企画会議にこれがなぜ今誕生しなければならないのかっていうことがこう文章化できるようなあの企画を求められるんですけども、そうではない、なんかこうただこういうのが見たいんだよねとか、あのこういうのあったら気持ちいいなみたいな、その自分の感覚にあのひたすら忠実に、うん、生まれてくるもの、それをまあ自分で見たいな、でこういうことは本当に自分にとって必要なあの機会だなっていう作家として思います、というものですね。で、出来上がった作品の設定は70年代の尾道ということなんですけども、特に尾道ご出身ということでもないと伺っているので、どうしてそうなったのかというのをお伺いしたいです。ワンダーウォールっていう作あの、さっきまたワンダーウォールの話になってしまうんですけど、ワンダーウォール劇場版の封切りが尾道映画祭だったんですよね。コロナ禍でちょっと名前は変わっちゃったんですけど、尾道でワンダーウォールっていう作品を初上映してもらったことがあって、僕はその時初めて尾道に行ったんですよ。で、まあ、その時はもちろん映画を撮るなんて夢にも思ってなかったんですけど、その一泊で帰っていい一応スケジュールではあったんですけど、3泊4泊ってずっと連泊を繰り返している僕を見て多分思いつかれたっていうことですか。そうですね、この人は本当に尾道が好きなんだなっていう記憶があったのと、あとその尾道という街に、やっぱ大橋監督の影響がすごく大きくて、街の人たちにすごくこう映画の撮影に対する理解が終わりなのと、あと応援体制みたいなのがすごく街にあって、あの街ならきっとその自分たちの撮影を支えてくださる方がいらっしゃるんですね。あと非常に低予算の映画なので、こう美術がお金をかけずにしっかりしているところで撮らなければいけないっていう気持ちがありまして、この尾道っていうその街の街並みであるとか、あとその古い建築がすごくいいのがたくさん残っているとか、そういうその低予算の映画を撮りつつその質のいい映像にクオリティを上げるっていう意味で一番いい場所だなって思ったので、はい、尾道を撮ってます。70年代っていうのはどこから出てきたんですか。これ渡辺さんのアイデアで、時代をもっと遡らせた方がなんか新鮮なものが撮れるんじゃないかっていう話を、そうですね、せっかくその尾道で撮りますしっていうアイデアをいただいて、まあ、僕は当時映画を作ったことがあったわけで全くないので、渡辺彩さんが脚本を書いてくれるっていうその事実にも飛びついて当たり前というか、70年代で尾道で渡辺彩さんの脚本の映画を自分がもしかしたら撮れるかもしれないっていう、まあ、その何ですかね、まだ形になるかもわからないそのアイデアみたいなものに、この中でとにかくワンダーウォールという作品とかが自分の希望だと思ってたものがなくなった中で、そこにもう必死になって飛びついたというか、70年代尾道、渡辺彩さんの脚本でこの作品がどんなものになるかもわからないし、なぜ尾道で撮るのか、なぜ70年代で撮るのかっていう必然性を自分がその当時から描ききれてたわけではないんですけど、絶対にいいものにしてやろうみたいな勝手な、うん、最初はもう根拠ない自信ですよね。とにかく撮ってやるっていう形にしてやるっていう気持ちでやってたような気がします。で、ちょっと時代を遡った方がいいなと思ったんですよ。なんかその方が、映像がロマンティックになるなっていう、単純に言葉遣いであるとか、まあ、衣装なんかがちょっと今と違う方がいいものになる気がして、それでまあどの時代がいいって聞いたら70年代60年代を撮るなら学生運動を撮ってみたいという気持ちがあったので、なんとなくそのコロナのうつうつとした気分というか、なんとなく60年代学生運動が終わった後の気分みたいなのが、その時はよく分かってないですよ。70年代のことも僕は知らないし、詳しいわけでもないので分からないんですけど、なんとなく70年代ぐらいの時代設定がいいんじゃないかなっていう、もうちょっとそれはもう根拠があったわけではないんですけど、勘のようなもの、70年代がいいっていうふうに言ったと思います。で、実際にこう監督をされるで、まあ、演技もしつつ監督をされるとなると、意気込みはあってもものすごく大変だったのではないかなと思うんですが、そうですね、いかがでしたか。そうですね、なんかでも、まあ、振り返ったらもう二度とやれないなっていう感じではあるんですけど、やっぱり例えば
ロケハンを脚本、面白い脚本があるってまあないんですよ。そんな、なんですかね、俳優やってて面白い脚本に出会えることって実はすごく貴重だし、それは撮るってことになったら自分は物を書ける人間ではないので、いい脚本の中がある中で映画を撮れるっていうのはすごく、まあ、なんか労力、大変っていう言葉が大変で、映画を作るのはもちろん大変で当たり前なので、大変だからどうっていう話ではなく、もうとにかく興奮していたんですけれども、そうですね、メイクしながら演出のことを考えたりとか、なんか例えば出ながら用意スタートって最初言ってみたりとか、とにかく僕より周りが大変そうでしたね。目の前で用意スタートって言ったやつがいきなり芝居真面目な顔して始めたりするんで役者が全員困惑しだすみたいなことがあったみたいなんですけど、僕はもう完全にもう楽しくなっちゃってるんで、全然その周りの苦労に気づかず、とにかくもうめちゃめちゃ楽しかったっていうのが逆光でしたね。ここにこうタブレット置きながら芝居をしたりとかですね。そうなんですよ。ちょっとなかなか見ない光景でも、すごい面白かったですよ、ね。タブレットは脚本が入ってるんですか、それともタブレットが入ってるんですか。今あの Wi-Fi で飛ばせるんですよ、このカメラを、カメラの何が撮れているかっていう。で、それをこう、自分で見ながら自分で縛ってる。映像モニターを見ながら一番自分が気持ちいいことを探る。ではちょっとはいっていうか、何をしてるのか自分では分かってないんですけど、なぜかすごく分かってるっていう、すごく変な状態で、例えば塀から飛び降りるシーンとかも、踏み絵がこのタイミングできて、ここで日差しが入ってとかをモニター見ながら、上から見ながらずっと指示してるんですけど、なんでそれができてるのかは、あのメイキング振り返りながら分からないっていうなんか、やっぱり現場に脚本の渡辺彩さんってすごく演出もできるっていうか、芝居も見れるし、やっぱかなり演出通りの脚本家さんなので、渡辺彩さんが自分が見えないところを見ててくれてるっていう安心感から、すごく自由にやれたような気がしています。渡辺さんはほぼずっと現場にいらしたと思いましたけども、はい、あのそれを見ていて、はい、で、その演出っていうのとはちょっと違う立場だと思うんですけども、はい、あの参加されていく形なんですか。そうですね、うん、あのまあ、今回なんかも単純に人手が絶対足りないので、ギリギリ の, あのスタッフィングでやってるので、まあ、本当にそのお弁当の手配とかからあのなんなら車両ももらったみたいな感じでですね、あの参加してたんですけど、でもまあ正直そんなに期待してなかったんですよ。僕が初めてだし、なんだっけ、テッドとハリー・ポッターしか見たことないようなもともと一緒だったので、その映画監督としての才能なんか別に信用してなかったんです。ただなんかものすごいやる気があって、私なんか脚本をどんどん送りつけてきて、なんか知らない間にこう巻き込まれて、なんかやりたそうだから監督やればって言ったら、なんか本気にしてやりだしてみたいな感じで思ってたんですけど、ちょっとね、現場に入ったらやっぱ人が変わったんですよね。で、なんかあんな監督は見たことないなっていうぐらい監督の才能のある人だなって思います。本当に率直にこの人初めてで、初めて、いや、その映画の現場、ついこの間まで役者で、いきなりその監督という立場でスタッフィングをして、配置をして、人の能力を見抜いて、適材適所を配置して、それを自分で動かしていくしながら、そのお弁当の手配とかもしているみたいなこの人すごいなと思って、すっごい能力のある人だなって思ったんですよね。なんかちょっとこう口で説明する限界があるんですけど、うん、あの多分戦国武将とかやらせたらうまいだろうなっていう感じっていうのがですね一体何キロ先までこの人見えてるんだろうって思うような人の配置の仕方とかするんですよね。めっちゃ面白い人見つけたなって思ってます。誰も期待してなかった失礼だったら本当に、いやでも自分も全然期待してなかったんです。そうですよね、本当に。でもやっぱなんだろう、最近すごく思うんですけど、もちろんやっぱ才能とかっていう言葉にすごく憧れたりするじゃないですか。でも自分は別に多分才能があるっていうよりは、もう多分めっちゃ本気だったんですよ。めっちゃ本気で、うん、あの、なんですかね、映画、今いろんな作り手の方からの動画、俳優をやってるんで会うんですけど、そうですね、まあ、相当マジで映画作ってやるぞっていう方でいたいって思って、やっぱ脚本の渡辺すごいマジな方で、めちゃこんな本気で物作る人が世の中にいるんだってぐらいマジな人なんですよ。だから例えば
僕が自主映画の脚本とか最初送りつけた時に、てめえ素人の遊びに付き合う暇なんかねえからみたいなこと言うんですよ。まず綺麗なことを言って。そうですそうです。で、あの2作目のも今もう編集中なんですけど、僕がもうボロボロで全然編集うまくいかない時に、あのプロデューサーさんから、あの見せないようにしてたんですよね、絶対怒られるから。あのあるルートで漏れた時に、ワンシーンも面白いと思いませんでしたみたいなことを、あのズバッと言われたりすれば、やっぱり本気でものを作ってらっしゃる方なので、それぐらいの覚悟で臨んだということかなと思います。渡辺さんにお会いしたい。パンフレットに、永遠の一瞬っていうタイトルの文章を載せていただいて、で、永遠の一瞬のことがずっと書かれていて、で、この映画についても、その期待と、まあ、不安と書かれています。ちょっとこのお話を少しだけ、まあ、パンフレット買っていただけるといいんですけども、あ、永遠の一瞬っていうものを映画にしたい。だからそんなの企画書に書いても絶対にその普通のその NHK の企画会議とかで絶対通らないなって思うんですけど、そのずっと気持ちの中にあったんですよね。でもこの永遠の一瞬という感覚を非常にその説明しにくいんですけど、その自分の人生の中に、あ、この一瞬は永遠だなって思う瞬間があったんですよ。で、それを映画にしたいんだよねっていうようなことを、その彼まだ25歳とかで、その彼にこの感覚が通じるかどうかよくわからないまま、この脚本を書いて渡して、でもなんか出来上がったものを見たら、多分そこにはあまり年齢は関係なくて、この人はその感覚を理解してる人なんだなっていうことが、見たら分かったなっていうと、何て言うんですかね、こう生きていくということの切なさというか、命をもらってそして死んでいくっていう、その人の命という営みの、切なさみたいなことですね。だから例えばだからこれは70年代の、70年代っていう私はまあギリギリ生まれてるんですけど、彼には知らない時代で、知らない人たちのひと夏のこうだけどすごく切実なその瞬間の思いみたいなものを、一つの映画にした。で、きっとこういう瞬間があったんじゃないかと思ったり、きっとこれからも世界のどこかであるんじゃないかと思ったりするっていう、そういうものを、映画にしたかったな。なんか脚本を読んで最初にいただいて読んだときに、うわすっごい面白いって思ったんですけど、1ミリもどう撮っていいか分かんなかったんですよ。やっぱり映画撮ったことないのでどうしようみたいになって、川沿いを毎日こう歩きながらずっと渡辺さんの脚本を読んでたんですけど、ある時その70年代尾道っていう自分からすごくかけ離れた人たちが、あ、いけるってなった瞬間があったんですよ。これは撮れるってなった、なんか自分なりに瞬間があって、それはね、ワンダーウォールっていう作品がコロナでぶっ飛んだ時に火が消えたなっていう感覚があったんですよ。すごい自分が大切に灯していた情熱みたいなのが吹き飛んでしまって、もう燃えないなこの火はってなった瞬間がすごく切なかったんですよ。それってなんか自分が生きてきて、まあ、いつか死ぬんだなって思う時の切なさであったりとか、恋愛をしていて、あ、すごい今燃えているけど、なんかこの燃え盛る気持ちってね、1年2年経ったら消えてしまって、実はその日って逆流するようには燃えなかったりするじゃないですか。そのなんか切なさって命だったりとか、例えば若さだったりとか、僕はまあ若いのでわからないんですけど、若さだったりとか、そういう、まあ、すごく抽象的な話ではあるんですけど、一度消えた日はなかなか本当に美しかった時のようにはまた燃えてくれないけど、なんかそれがすごく切ないんですけど、この映画を撮ることで、でもその瞬間美しかったとことだけは肯定してみたかったんだとは思うんですよね。なんかちょっと、自分とはかけ離れたすごい高いところにある感情なので、あの脚本パンフレットの、あのね、永遠の一瞬っていうコラムが素晴らしくて、あの読んだ時に、ああそういうことだったんだって撮ってから思ったんですけど、それぐらいこれ今話してることは本当かどうか分かんないんですけどそれぐらい素晴らしい文章で、あ、そうだそうだ、この文章のこのことのために自分は撮ったんだなって思わせてくれるような文章なので、あのぜひ皆さんパンフレットを手に取ってください。あと、そうですね、あの映画の興行っていうのは、まあ、
皆さんご存知の通りなかなか簡単なものではなくて、これから名古屋でどう広がっていくかっていうのは、多分今日僕今日あの久しぶりにめちゃくちゃな熱量で話してるんですけど、いやなんかこれから先自分が映画っていうものを通じて本当に何ですかね、今ある今映画っていうものが僕の世代にどう見られてるかとか、どういうふうに感じられてるかっていうことに、僕すごく多分1年間本気でこの映画を届け続けていく中ですごく自覚的な方だと思うんです。でどうやったら新しい映画っていうものを通じて新しい未来を描いていけるかっていうことを1年間多分すごい真剣に考えていて、で、うん、尾道から一つ一つの地域を回りながらなるべく本物の熱、創作を逆光っていう作品を作った時のような純粋な熱で作品を広げていくっていう、すごく地道ですごく難しいことに挑戦してきて、やっぱり時々折れそうになるんですけど、やっぱこの方法でしか、この方法で広がっていくことにしか意味がないなって改めて名古屋に来て思って、うん、今日来てくださった方々のにこう伝えた熱の中からこの映画がシネマテイクで3週間やっていただけている間に広がっていって、何か新しいものが見られるように僕も必死で、ここから3週間またこの後岐阜で夏祭りをなぜかやることになって、その東海地方に今いさせているいただけるこの時間に本気でやってみようかなと思うので、どうぞお力をお借りできたらと思います。松戸さん結構長く名古屋に滞在して、宣伝活動されています。で、このイベントとか、そうですね、なんか映画がどうやったら新しい方向に広がっていくかっていうのを真剣に、まあ、予算もない中で考えていく中で、やっぱり喫茶っていう喫茶店でやっぱすごいかっこよかったりとか若い方に人気があったりとかして、僕すごい喫茶と映画っていうものにすごい勝手に可能性を感じていて、これはちょっと偶然なんですけど、シネマテイクさんのすぐそばにシアチルさんっていうすごい素敵な喫茶店がありまして、そこで今、映画逆光の逆光をイメージしてブレンドされたコーヒーを広島の方が作ってくれたんですけど、そのコーヒーを使ったコーヒーフロートが飲めたりとか、あのシアチルの方が映画を見て演奏してくださったコラボドリンクが2種類、まあ、そのコーヒーフロートと合わせて飲めたり、あとパネル展をやったりシアチルでしつつ、あとコンパルさんっていう名古屋の9店舗ぐらいある、素敵な喫茶店があるんですけど、そこの紙ナプキンを9店ジャックしたりしてるんですよ。それもあの8万枚自分たちでデザインして注文して、コンパルを1店舗ずつ挨拶回って、これ紙ナプキンどうぞよろしくお願いしますっていう、なんか選挙みたいなことをこの間やってきたんですけど、そういう風にしてなんか少しでも名古屋っていう、あの今回多分僕にとっては初めましての機会になるんですけど、名古屋っていう土地と縁を持つことはなんか、逆光っていう作品を通じて少しでも楽しくて、楽しくて新しい未来を描ける関わりを持ったらなと思っております。はい、明日も舞台挨拶するので、よかったらご友人の方とかに一人でも、なんか明日も多分このぐらいのテンションで話すのでなんか、ね、あの僕元気ない人をすっごい元気にするの得意なんで、元気ない友達とかなんか呼んでもらえたらなんかね、ついに言わされて元気になったりするかもしれないので、ぜひ呼んでください。熱いどうもありがとうございました。ありがとうございました。